お前をオタクにしてやるから、俺をリア充にしてくれ。は、著者、村上凛イラスト、アナポンのライトノベル。略称は、オタリア。書籍は、藤見書房より、藤見ファンタジア文庫の書き下ろし形式で、本編15巻短編集1巻を刊行コミカライズやドラマ CD 化などのメディアミックス展開もされている。ネクストファンタジア大賞での金賞受賞作が、 ベースになっており、受賞時のタイトルは、スイーツガールはご機嫌ななめ。2012年前半時点の、富士見ファンタジア文庫における、期待の新規作品で、人気作であり、同年3月に、アニメート店舗で開催された富士見処房40周年フェアの、ミスファンタジアフェアにもメインヒロインの恋が、さきももが、参加キャラクター4名からなる。 人気投票のノミネートシートにエントリーされていた。本作は著者の村上凛が会社員時代に執筆したもので友人にライトノベルを書いてみたらどうと勧められたのがきっかけだったと第10巻の後書きで明かしている。主人公、直樹とその周辺のメインヒロインたちを主軸とする本筋の青春恋愛ドラマは本編第10巻の終盤で大詰めを迎え ラブストーリーとしての決着をつけた。だが好評につき、第10巻ラストのクロージング部分に至るまでの時世の、直樹の学生時代に体験した総話が、第11巻以降の大学生編として、継続刊行された。そしてその最終巻となる、第15巻のラストで改めてエピローグが用意され、作品全体を完結させる内容が語られた。なお10冊目に刊行された。 短編集、あずきエンドは、本筋から離れた、イフストーリーの番外編。柏田直樹は、高校生活の初日、登校中の路上で偶然見かけた、幼児に優しく接する名も知らぬ、美少女に心を奪われた。直後、彼は、その美少女が同級生の長谷川緑だと知る。幸福な巡り合わせをかみしめる一方、実は、隠れオタクであり、 同時に女子との交際経験も、皆無の直樹は、長谷川への切ない片思いの念を抱き続けるだけだった。そんな中、直樹は、クラス内のもう一人の超絶美少女、恋が、先き桃から声をかけられる。校内では、ビッチのギャルと噂され、化粧にもまめな桃を自然と敬遠していた直樹は、実はその桃が片思いのおたクび少年、鈴木翔太に接近するために、 彼女自身もオタクになりたがっているという意外な事実を知る。強気で横暴な桃に振り回されながらも、その桃と互いの恋愛を実らせるために協力し合う、協定を結んだ直樹。彼は、全くオタク気のない桃をその筋に教育する一方、自分自身が長谷川と両思いのリア充になれるよう、今風のモテ男としての指南を、桃から受けることになる。 だがそんな二人の前には、いくつもの難関と思いもよらぬ事態が待ち受けていた。声は、ドラマ CD のキャスト。直樹と桃の家族富士見高校の関係者、直樹の元学友、直樹のバイト先の面々同人会の関係者2014年10月19日、秋葉原の虎の穴において、サイン会が開催された。ゲストは、著者の村上凛とイラストの穴、ポン。 2011年7月20日発売 ISBN978 から4から8291366452011年11月19日発売 ISBN978 から4から8291370792012年3月17日 発売 ISBN978 から4から8291374682012年6月20日発売 ISBN978 から4から8291377582012年10月20日発売 ISBN978 から4から829138175 2013年2月20日発売 ISBN978 から4から8291386492013年6月20日発売 ISBN978 から4から8291390422013年10月19日発売 ISBN978 から4から047129221 2014年2月20日発売 ISBN978 4 0407004032014年10月18日発売 ISBN978 4 0407015232015年2月20日発売 ISBN978 4 04070476から02015年7月18日 発売 ISBN978 から4から04から070477から72015年11月20日発売 ISBN978 から4から04から070738から92016年3月19日発売 ISBN978 から4から04から070739から 62016年8月20日発売 ISBN978 から4から04から070999から4中インは大学生編であることを示す2014年7月19日発売 ISBN978 から4から040702308観光順ではシリーズ10冊目内容はイフストーリーの番外編で書き下ろしを含む 短編集。2012年4月27日に発売の月刊コミックアライブ2012年6月号から青池むつみによるコミカライズ作品が連載された。書籍は全7巻。物語的にはコミック独自の結末が用意されている。虎の穴と作るの森から2013年10月18日と2014年10月18日に2回に 渡って発売。内容は、共に、村上凛の書き下ろしエピソードを完全にシナリオ化したもの。キャストは、以下の通り。お前を、オタクにしてやるから、俺を、リア・ミツルにしてくれ。初出は、第1巻巻末のアナポンのイラストトークページから。第2、回、ネクストファンタジア大賞受賞作決定。藤見処房。 2013年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月22日閲覧。桃の順位は惜しくも4位。首位獲得ヒロインは、これは、ゾンビですかのとものり。ABCDEFG、お前をオタクにしてやるから、俺をリア充にしてくれ。ドラマ CD 第2弾制作決定。2014年8月15日閲覧。 コミカライズ版の登場人物紹介ページからありがとうございます。